八食品株式会社は大阪府大阪市西淀川区に本社を置くレトルトカレー、スパイス、パスタソースなどの製造を主とする食品メーカー。創業は江戸時代末期の老舗企業であり明治時代に初めて国産カレー粉を製造販売した日本最古のカレーメーカーである。コーポレートスローガンは Aim2B Excellent Care Company カレーとともに これまでもこれからも、カレーをメインに各種スパイス、パスタソースなどの製造販売を行う。大手企業の OEM 商品やプライベートブランド商品の受注生産も手掛ける。また、京阪新築を中心に学校給食用のカレーを納入している。レストランなどで用いられる業務用食品に強く、特にレトルトカレーでは非常に高いシェアを誇る。 デトルト食品はすべて日本国内の自社工場で製造している。カレー粉は輸入原材料を国内で加工している。スパイスなど一部の外国産製品は原産国を明記した上で国内で包装している。原材料の生産国は様々である。業務用製品は基本的に一般小売店では市販されていないが、一部の商品は自社オンラインショップで販売している。 家庭用製品は低価格帯の商品が多く、業務スーパーなどの業務用食品取扱店を、はじめ、ディスカウントストア、100円ショップ、ドラッグストア、一部の輸入食品店などを主な販路とするが、近年は一般スーパーマーケットにも販路を広げている。また自社オンラインショップをはじめ、アマゾン、楽天市場、ヨドバシドットコムなどの隠し通販サイトでも取扱いがある。 江戸時代末期の高化年間に、初代、今村弥平が、大阪、河原町で薬師問屋、山和屋として創業した。同じ大阪市中央区の土壌町は、江戸時代から、薬問屋が多く、現在も多くの製薬会社が、本社や拠点を置く、薬の町として知られる。二代目、今村弥平時代には屋号を、今村渡ると改め、うこんが、大阪で開催された第5回。 内国官僚博覧会で有効報奨を受賞した。1900年代初頭に2代目今村弥平が漢方薬の貯蔵庫に入ったところ、ウコンや唐辛子などが入った箱の中からカレーのような匂いがすることに気づき、これらの材料を使って薬の調合技術を応用し、オリジナルレシピでカレー粉を調合したのが始まりである。このエピソードは2014年3月16日に、 読売テレビ、大阪洋天ヒストリー諸説あり、でも放送された。日本にカレーが伝来したのは、明治初期、当時インドを植民地としていたイギリス経由とされる。なお、カレーの子を日本に初めて紹介したのは、福沢諭吉で1860年に出版した辞書、造呈会へ通語にカレーの子を掲載した。その後、文明開化ともにカレーライスは、 洋食として普及し、海軍カレーや学校給食の混立てにも取り入れられ、日本人の国民食となるに至った。チカレーは1905年から販売されている最古のブランドである。発売当初の商品名はチカレーであった。商品名の由来は、野兵が蔵の中でカレー粉を調合していた際に、窓に止まった一匹の蜂に朝日が注ぎ、金色とも飴色ともつかぬ。 美しい輝きを放っており、この光景に感銘を受けて、蜂カレーと名付けたという。発売当時の商品には、パッケージにも蜂の絵が描かれており、カレーライス自体が珍しかった時代には、蜂が入っているのかという問い合わせもあったという。蜂カレーは、昭和初期には、関西や九州など西日本を中心に販売されていたが、昭和後期に製造を休止している。 戦後は大手食品メーカーが続々とカレー製造に参入、競争が激化したため経営が悪化し、1956年には会社構成法を申請するに至った。経営再建を図る中、翌1957年には商品名に合わせ、八カレー株式会社へ社名変更。1962年には会社構成計画が完了し今村家の 同族経営を脱した。さらに九百六十九年には八食品へ再度社名変更した。経営再建後は業務用食品や大手食品メーカーの OEM 生産を主としていたが、九百九十年によりレトルトカレーを製造開始した。レトルトカレーはボンカレーをはじめ大手メーカーが九百六十年代から製造販売していたため、 後発での参入には、社内でも反対があったという。そのため大手との競合を避け、業務用に近い低価格帯の商品とした。また販路もスーパーマーケットではなく、ディスカウントストアや、1990年代頃から、食品の取り扱いを始めた100円ショップや、ドラッグストアなどとした。その後は、こうした業態の店舗が増え、 1990年代後半から2000年代以降のデフレにより低価格商品が伸びたことも追い風となり2000年にはデトルト専門工場として長野県駒金市に駒金工場を新設するまでに成長した単身世帯の増加による古食化の影響もありデトルトカレーの市場規模は拡大して2010年代後半にはカレールーを上回った 八食品でもこうした市場動向を受け、従来の低価格商品だけではなく、高価格帯のラインナップにも注力し始めた。2016年には、伝統の八カレーを復刻し、同社のフラッグシップ商品としてリニューアル発売した。会社のマスコットキャラクターは八の八棒。二代目今村野平がカレー粉を調合していた際に、 たまたま飛んできた蜂という設定。蜂の男の子と紹介されているが、この設定では100歳を優に超えていることになる。蜂棒の設定は以下の通り、ありがとうございます。